この後は石山雅人さん、かっこいいビートの聞いた詩を聞かせてくれます。それでは、三木大畑、武将三木大畑、これで終わりにします。皆様に捧げます。町に生きる開拓者精神を持った皆さんに送ります。それいけ相棒、町のカーボーイたちに。